アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機です。世界の第5世代戦闘機とされているのは2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホ E-57 だけです。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、 F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットのデリ度について想像していた以上に高いものであったとしています。またその際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については J-35 のような対地対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような聖空戦闘機となるのかとの判断は時期尚早であろうとしています。 J-20 は中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたことから、チェングズ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では死体、中国語でリボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、四代機の、四代、と、死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、成都比企工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も0.0002 から0.0005平方メートルであることと比べると、ステルス性能では J-20
若干劣ると見られています。2016年11月1日に、広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には、J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では、世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員は、ロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空居重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 2万メートル、最高速度 2500 平方キロメートル、最大航続距離 5900 キロメートルとされ、総発のエンジンは、初期型においては、ロシア製レスホ、E27、フランカーに搭載されている、サトゥールム AL31FM に、最大推力 145 キロニュートン、を搭載していました。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C、最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では、J20 用エンジンとして、WS15、最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているために、すでに開発済みであった、WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年からWS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCMP が報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は24kW に達するとされています。この数値は F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られています。また、J20 には F35 に搭載されている ANAAQ37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えていますが、F35 の EOTS-86 が、空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は、空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは、1億から1億2000万ドル、約132から160億円、と言われていますが、2000年代の初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていたもので、それは、開発過程において、大幅にコストが上昇したことを意味しており、
推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られています。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが、1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで、現在では多少は下がっていると思われます。また、日本が購入する F-35 の価格が、1機約130億円と、J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは、日本での F-35 の製造に、国内企業を絡めたことが、要因となっているのです。防衛省は、主力戦闘機採用の条件として、国内企業に、機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや、検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて、国産化を目指す。次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで、新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円、以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国は、アメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は、中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて航海する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言って良い海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭9と見られる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭9原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭9原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって大きく二つに区別されるようです。
一つは、今回の小球のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは、潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。といっても、真のところは、どの潜水艦でも大した差がない。同じようなものと言えましょう。なぜなら、潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり、居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小球潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず、尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし、海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小球原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、幅 11M、潜水艦の大きさを表す排水量は6000〜7000トンで、2006年、平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小球原子力潜水艦は、形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦、旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに、昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で殷とも呼ばれます。漢は項羽と劉邦の戦いで有名な前漢、三国志の前時代である五漢などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに中国のプライドが感じられるような気がします。さて、小球原子力潜水艦の3、4番艦は長さが少し延長されて騒音が抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたのでバージョンアップしていると予想されます。093型小球原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の093型小球原潜が中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が、本当に093型小球原潜の実力だったなら、日本側にとっては組みしやすい相手と判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の
東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して、培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがに、この分野については、数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は、仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底に、センサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ、中国の潜水艦を、個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時から、その動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦には、それぞれの艦に応じた、音紋と呼ばれるものがあります。人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中で、コツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば、日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は、中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上、航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして、最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし、位置を把握されないように積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから、もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。
韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、カジガ泥棒をじみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に、急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土だと、認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、スポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいので、嫌でも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配を何とか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国なのです。中国は台湾統一を果たすために、尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも、中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように交渉で返還を図ることは事実上困難でしょう。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でも、アメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論が、アメリカ中には一定数存在しているということです。
そしてこれは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り急展開が起こりました。日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は東京都千代田区霞が関にある領土主権展示館でした。2021年9月28日から領土主権展示館では太平洋戦争で敗戦した日本がアメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。
この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年、平成19年に収益させた強襲揚陸艦に徳島と命名。国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。